来たか。待ってたぜ。さっさとあのデカブツを片付けるぞ。お宅のお仲間にゾロゾロ来られるとよっこいだからな。ああ、
そういや、スエドーから聞いてるぜ。オタクがエグザモンを弱らせたんだろ。やるじゃねえか、電脳探偵。ん？ああ、こいつか？こいつが気になるのか？結構便利なんだぜ、こいつ。なんだって食えるしさ。イーターだって、デジモンだって。ひょっとしたら、人間だって。俺さ、とにかく、食って食って食いまくりたいんだ。腹が減って、腹が減って、仕方ねえからさ。食えば食っただけ力が手に入る。でもって、心は何も感じなくなっていく。不思議なことに、これが意外と悪くないんだ。意外とさ。引くか？引いてんのか？まあ、そりゃそうだよな。強くなってどうするって。まあそんな大それたことをやろうってんじゃねえよ。俺ずっとやり残してたことがあったんだ。それやっと思い出したんだ。だからそいつにケリをつける。そのために力が必要なんだ。もっと、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 もっと。だって、俺、思い出しちまったからさ。もう逃げらんねえ。逃げ道はどこにもねえんだよ。だから、前に進むぜ。何があっても、俺はもう、逃げたりしねえ。って、んなこと、いいじゃねえか。どうでも。そうさ、いいんだよ、もう。今やるべきなのは、このデカブツの始末だ。さあ、追っ始めようぜ。
こいつはさすがにデカすぎだわ。いくらなんでも食い切れねえよ。なんだ、言いたいことでもあんのか。ま、言わなくても大体わかるけどな。つうか、自分でもわかってるんだ。あいつに利用されてるかもしれねえってよ。ぶっちゃけいろいろ考えるのに疲れちまったんだわ。めんどくせえことは利口のやつが考えればいい。結局俺はまだまだガキなのさ。8年前から何一つ成長してねえ、変わってねえ、ガキのまんまなんだよ。だったらガキはガキなりにさ、利口な大人の言うなりになって賢く生きてやる。そうすりゃ欲しいもんが手に入るんだ。ギブアンドテイクってやつさ。ま、そういうこった。がっかりしただろう。今までこんなのとつるんでたんだからよ。けど見ててくれ、俺は変わる。俺はもう俺をやめるわ。